にちは、ヴィーガン料理家のみっちゃんです。いつもありがとうございます。今日は厚揚げのピリ辛生姜焼きを作っていきます。たかが厚揚げ、されど厚揚げということわざがあるんですね。今回のレシピはメインのおかずにもなるし、おつまみとしても使える一品となってますので、ぜひ作ってみてください。それではクッキングスタート。やるぞー。